今回は当店で販売しているブラックホーク、こちらに内蔵されている一つの機能、リジェネレーティブ放電、こちらについて説明していきたいと思います。まずは一般的な放電の方法を見てみましょう。ブラックホークに内蔵されている放電も初期値はこの方法になっています。まずはこちらに放電したいバッテリー、そしてブラックホークの本体、そしてブラックホークに電源を供給するパワーサプライがあります。一般的な方法ではこのバッテリーの電力を充電器内部で熱に変換します。これによって走行用バッテリーにどれぐらいの電力があるのか調べることができます。ブラックホークは大変小さな、筐体、本体のサイズになっています。従いまして中に入っているヒートシンクや空冷ファンが、コンパクトなサイズになっています。それが理由となって十分に熱を処理することができませんので、大電流による放電ができない仕様になっています。初期値ではブラックホーク2最大 30W までの放電ができることになっています。これは1セルのリポでは 7A、 2セルのリポでは 3.5A 程度となります。今回説明しますリジェネレーティブ放電はブラックホークのコンパクトさを生かしつつ大電流放電をしたいという機能です。それが今から説明しますリジェネレーティブ放電になります。こちらはリジェネレーティブ放電を行う場合の、構成図です。こちらに放電したいバッテリーがあります。そして先ほどと違うのはこちらにもバッテリーを接続するようになっています。このバッテリーはブラックホークに電源を供給しつつ放電したいバッテリーの電力を受け止める、充電してしまおうということですね。ブラックホーク本体では熱に変えずここをスルーしていくというイメージになります。心配なのはこちらのバッテリー過充電にならないようにしないといけないです。ですからこちらの放電したいバッテリーの電力を十分に受け止めるだけの容量を持っていないといけません。今回はまずこれがどのように調べたらいいのか、計算したらいいのかというのを説明します。それではリジェネレーティブ放電を行うとき、どれぐらいの容量のバッテリーを準備すればいいのか計算していきます。まず放電電流はリジェネレーティブ放電の上限である 25A とします。そして放電するバッテリーは2セルのリポ 8.4V 5000mAh、 そして充電される側のバッテリーはリポ6セル 25.2V の 4200mAh とします。この場合一見すると 5000mAh の容量をこちらで受け止められるのかどうかちょっと心配になりますが、計算でそれに問題がないことを見ていきます。まず重要なのは、ここに登場してくるバッテリーの電圧です。 8.4V、 25.2V、 これを割り算します。そうするとここから出てくるのは3という答えです。次に流れる電流ですね、こちら側に何アンペア流れるのかも3で割ることで求めることができます。この場合の計算の答えは 8.333 アンペアになります。つまりここに 8.3 アンペア流れるということです。次に充電される容量ですけれども、これも3で割ることで求めることができます。この答えは1667mAh、 こちらに1667mAということになります。今回は 4200mAh のバッテリーを用意していますので、十分容量的に受け止めることができるということになります。そしてこちらにも書いてありますけれども、リジェネレーション充電をするときにはあらかじめこちら側のバッテリー放電した状態で行ってください。満充電のままリジェネレーティブ放電をすると容量オーバーになってバッテリーの爆発などが起きますので注意してください。また
バランス充電は行われないことにも注意が必要です。一般的に問題ありませんが、大きくバランスが崩れたバッテリーの場合はやはり、爆発など危険がありますので注意してください。また今回は、充放電のケーブルロスなど全く考えていません。ですから実際の値は今回示した値よりも小さくなることに注意してください。それでは先ほど計算した数値を今度は電力の視点から検算してみたいと思います。先ほどと同じような値が出るかどうかを計算で確認していきます。まず電力っていうのは電圧×電流から求められます。今回の電圧は 8.4V、 そして流れる電流は 25A です。従いまして今回の電力は 210W になります。この求めた 210W から充電されるバッテリーにどのぐらいのアンペアが流れるのかを計算します。電圧が 25.2V、 つまりこれを計算すると 8.333A になります。こちら側に 8.3A が流れるということになります。次3番、どのくらいの時間放電されるのかを計算します。こちらのバッテリー 5000mAh とは 5A で1時間もともと放電できるという容量を示しています。で今回の放電はその5倍にあたる 25A で放電してますので、充電時間、放電時間は5分の1になります。つまり1時間の5分の1時間である12分放電されるということになります。ということはこちら側には同じ時間12分間、充電されるということになります。それでは最後に、どれだけの量がこちらのバッテリーに充電されるのかを計算します。今回は 8.333A が流れます。これをミリアンペア換算すると 8333mAh になります。仮にこれが1時間流れたとすると 8333mAh 充電されることになります。ただし今回はその5分の1 12分の、充電時間ですから、これを5で割ります。8333を5で割ります。そうするとその答えが 1667mAh 充電されるということになります。この値は先ほど紹介した前のページですね、電圧から求める値と同じになります。最後にもう一度注意ですが、リジェネレーション放電の場合はあらかじめ充電される側のバッテリーを放電した状態から行ってください。またバランス充電はされませんので、大きくバランスが崩れたバッテリーパックを使用しないように注意してください。